そう。見てよ。いろいろセルフだもんね。はい。おめでとうございます。はい。ではでは。では。こんばんは。こんばんは。こんばんは。モンサンにヘルツ夜話会へ。ようこそ。はい、ようこそ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今ね、オープニング弾かせていただいたんですけど、夜話会ということで、なんだろう、こう見てくださる方もこう優しい気持ちでこう眠りにつけるような、まあ、イメージで弾かせていただきました。素晴らしかったです。ありがとうございます。これテーマソングになるのかな。今日の、うん、今日の即興ということです。本当はね、なんかこう3人のイメージで弾くとかもいいなと思ったんですけど、なんかすごくポップな感じになりそうだったので、ラジオ体操的なね。朝が来ちゃった。夜話、今夜のこうね、なんかそういうイメージですごいいい感じだった。いい感じでした、うん、ありがとうございます。素敵でした。ねえ、そう、通常のピッチよりも半音の約半分低い、まあ、432Hz。 なんとなく私の声も低くなってますけど、本当にね、こう人の声自然にこう出す、まあ、歌声だったりとか、そういう鼻歌とか、そういう自然に出す声っていうのが、まあ、およそその 432Hz 付近だったりとか、その、まあ、周波数帯だというふうにも呼ばれてるんですね。ピアノの音も本当にこう人の声のようなニュアンスがあるピアノになっております。はい。で、今日はなんかこう毎回テーマに、はいはいはい、テーマを、そうですね、決めるか募集して。で、なんだっけ、ほら、自己紹介的なものは、もう自己紹介的なものはそれぞれちょっと長くなりそうなので、始めると見ていただいて、ホームページに飛んでいただくか、はい、そうです、飛んでいただきましょうかね。かよろしくお願いします。心のある方、失礼いたします。おかけしますが、よろしくお願いします。じゃあテーマですね。テーマ、あ、名前ぐらいは言った方がいい。あ、そうか。そうだ。では。小松雅子と申します。長野県安曇野市で、カウンセラーをしております。よろしくお願いいたします。お願いします。どうぞ。どっちですか。私、松沢明子と申します。埼玉県は越生町の黒山三滝で、メンタルとフィジカルのトレーナーをしています。もともとは、ゴルフコーチをやっていました。よろしくお願いします。432Hz ピアニストの邦子と申します。私はですね、このフィジカルメンタル、メンタルフィジカルトレーナーの松沢さんと一緒に活動しております。なので同じ黒山さん滝に住んでいます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。じゃあ早速第1回目のお題は、うん、はい、先ほど決まりました。いっぱい話したいことが、そうですね。でも夜話会としてはやっぱり、うん、睡眠で、うん、寝る、見てくれない、この番組夜話なのに、これを見て寝るから、これを見て寝る、そうそうですよ、そうですよ、っていう感じでね。だってほら、最近はあまり眠れないっていう方が増えてるって。いう話を聞くんです。多いですね。多いですね。なんか、うん、気候が急激に涼しくなったので眠れやすそうに見えるんですけれど、皆さん意外に夏に疲れすぎていて体が追いついていないので、こう自然な切り替え、要するにこう日が落ちて夜になって眠くなるっていう、その体内時計があまりこう整きれていないまま季節がどんどん変わってしまっているので、今年秋ちょっと入りが早かったですよね。ね、
長野なんかもう10度の日、あの10度台の日が出てきているくらいなので、うん、寒いですよ。うん、そうか、体内時計、なるほど、うん、そういうこともあるんですね。そうですね。ちょっとね、こう疲れてると眠りやすそうですけれど、ここちょっと松田先生の専門だと思うんですけど、疲れてるのに眠れない、うん、そう、だから心に何か引っかかりがあったり、体がこうだるさに負けてしまっていて眠れない。だから眠るって本当は健康的なことなんですよね。うん、うん、眠れるタイプだよね。私は眠れるんですよね。充電式だよね。充電式。なんかパタンっていう。一緒に仕事してるじゃないですか。で、本当にこれが多分終わったらその瞬間、ここで2人でパタンって。わかるわかる、私も似てるので。深いんですよね、その分ね。あの、パタって倒れたとか。抜け殻になってますからね、本当に。全然起きない。でもね、うん、やっぱり、まあ今はそう、本当に。うん、今はそうだし、最近あれなんですよ、玄米と梅干しの生活をちょっと、まあずっとじゃないんですけど、今日まで、まあ、そうそう、今日まで、ちょうど今日までで16日なんですよ。で10日間その玄米とあれで、梅干しで過ごして、その後お味噌汁具なしを3日間やって、で、ぐらりのお味噌汁つけてって、まあね、皆さんにいいかどうかわからないんですよ。だけど、私たちはすごい、まあうまくいったかなと思っていて。どんな感じです？体。すごくね、なんだろう。まあ、とにかく朝の目覚めが良くなったんですよ。へー。ご飯を、今までもう本当に夜、ね、もう夜遅い生活をしてきたんですけど、うんうんうん、6時とか、まあ、遅くても7時までにはご飯、うん、夜ご飯を食べ終わるようにしてっていう風にしただけで、全然体の楽さが違って、朝起きた時の、これが一番の収穫だったかなって思いますね。ですね。私はね、帯状疱疹が治った？帯状疱疹治りました。うん、本当ですか。痛かったし、痒みとね、すごいよかったけど、うん、すごい。そうそう、まあ、ここに個人の感想ですって言えないですけど、すごいですね。腸が綺麗になったのかな、ね、でもデトックスの効果があるみたいで、あ、じゃあやってみようかな、うんうんうん、ね、本当に思いつきで、まあ、ただスケジュールがちょうどやりやすいので、たまたまできたっていう感じなんですけど、ね、エネルギーが軽くなったってことですよね。うん、なんか食べ物ってすごくこうエネルギーを重くするんですって。へー、そうそうそう、だから適度に腹八分目って言われるのは、あれ以上ね、適度を超えると全部余分なエネルギーになるので、体重が重いとかじゃなくて、この身にまとうエネルギーが重くなるって、なんか気候の方に聞いたことありますね。わかる、うん、そうなんだ。なるほど。体重どうですか？体調はもう体調で、体調振る元気ですね。体重も減りました。体重減りました、うんうん、ですよね。ってかね、邦子先生も松田先生もともとお顔ね、すごいある。邦子先生がお痩せになりました。いいですか、これでもっていう感じですけど、うん、はい、うん、そうなんですよ。16日で3キロぐらいかな。健康的ですよね。素晴らしい。元気なのが玄米とか、玄米と古代米とか混ぜて、うんうんうん、あ、そうそう、カフェイン取ってない。やべえガーン、そこですかね。でも私たちもうすっごいカフェイン中毒みたいな感じだったので、最初やめられるのかなと思ったんですけど、意外とこれがまた大丈夫で、
なるほどですね。あ、まあ、少しずつはもちろん、うん、あの、うん、コーヒーとかもね、うんうんうん、アルコールね、あの、うんうん、味を味わうように、うん、でもなんかその食生活をシンプルにしたらなんか本当にそのちょっとした新たなそのお味噌汁の具がないそのお出汁だけとか、うんうん、そういうのでもすごくこう繊細に感じられるし、こう満足度が高い、満たされたっていう素晴らしい。 なんかねすっごい今実感したのは、2日ぐらい前のカウンセラー仲間の方が書いたブログで、うん、五感を発達させるためには食事の際に米粒を5粒、うん、すごくしっかり噛むと、あ、ひたすらその5粒を丁寧に噛み続けると五感が鍛えられるってことを書いてた方がいて、へー、わーって言ってやってみますねって言ってたんですけど、なんかすごいなんか今ここの話で実証された感じがします。とにかくよく噛む、玄米も古代米とかもやっぱりこう噛まないと硬いので、でよく噛むとまた味が出てくるっていう、噛んでてもなんか嫌じゃないっていうんですか、なんかむしろこう旨味が感じられるから、もうしばらく噛んでよっていう感じで噛める。すごいなぁ。眠れない人とかも副交感神経を優位にするのに噛むっていうのはありなのかもしれないですね。ああ確かに、唾液出す、ね、あ、そうなんだ。副交感神経が優位になっても唾液打ってこないんで。なるほど。そうですよね。結局夜遅くの時間に食べるって内臓にはすごい負担って言いますもんね。私もずっとそういう生活だったので、もうほんと10時11時でも夕食食べたりしてましたけど、うん、それってもうただね、内臓って入ってくるものをいやーんって言いながら受け入れるしかないので、あーって言いながらこう押し出す力はないから、入ってくるものをそのまま受け取るっていう結構なかわいそうなことしてましたよね、うん、思いますね。それだけでも、時間早くするだけでも、うん、ね、眠りにスッと入れたりとか、朝スッと起きれたりとか、あるでしょうね。そうですよね。あと運動とかもやっぱり夜あまり夜遅くにやりすぎるって良くないですよね。交感神経きっと。そうですね。ね。興奮状態になったままってことですもんね。軽いストレッチ程度で。はい、ですね。ですよね。そう、私のところにいらっしゃる方たちもやっぱり眠れなかったりとか、あとは頻繁に起きてしまう方が多くて、夜中に2時間起きとかで起きちゃうんですよね。でもどうしたらいいのかって悩んでらっしゃるんですけど、だいたい今原因はスマホを寝る直前までやっていたり、うん、パソコンずっと終日お仕事柄やっていなくてはいけなかったりとかっていうのあるので、うん、やっぱ入眠の前の体制作りは大事かもしれないですね。やっぱり最初におっしゃってたみたいに、この自然の体内時計を合わせていくのに、やっぱ朝早く起きるっていうのがやっぱり一番キーなんじゃないかなって私は思ってて、眠れないことにフォーカスしちゃうじゃないですか、うんうん、でも聞くと結構昼間寝てたりとかありません？何かあれ8時ぐらいまで寝てたんじゃないですか、その話その時間帯はね、確かに辛いんですよね。だから本来寝るべき時間帯寝れてないから辛い、うんうんうん、でもなんかよくよく話聞いていくと、あれ9時まで寝てたって話じゃないだもんね。そうそう、ずっとで、まあだからね、その本来寝るべき時間に寝れないから、やっぱり朝寝てしまうとか昼間寝てしまうとかの、その悪循環が起きるけど、ね、まあ、その私たちなんかはここに引っ越してきてちょうど3年経つんですけど、うん、
なるべく日の出とともに、素晴らしいしていて、それに起きられない時もありますけど、その自然のサイクルが感じにくくなってる世の中だからこそ、そこのやっぱ朝日を浴びるってすごく大事なことだなと思うんで、そうですよね。はい。夜の暗闇とね、大事なのはです、ね、そうよ、なんかね、ブログにも書かせていただいたことあるんですけど、本当長野って漆黒の暗闇なんですよ。何か悪さしようと思っても、多分黒山もそうですよね、なんか悪さしようと思っても潜んでる方も勇気いるぞこれはそうなので街灯も少ないですしね、だからこう夜になると本当に夜っていう、だからこれをうまく使わない手はないかなって、ここに逆らってギラギラと夜までそのブルーライトを浴びたり、ね、ライトの下で何かをやるっていうよりは、なるべくこう早く暗闇にこう溶け込んでお日様の力でこう視覚を刺激してもらうっていう方がいいんじゃないかなと思いますよね。へえ、眠れない人の合宿やったら面白いですね。黒山で黒山眠れますよ、めちゃめちゃ。そうですね、眠れない方たち来るんですけど、止まった方はバタンキュー、本当に一切音がないくなるんで、この辺は、確かに確かに、川のせせらぎだけ、虫の声と、本当ですよね。ね、そんはすごく面白いかもしれないですね。泊まりに眠れない方がこぞって来てもらうという。いいですね。何日かそのサイクルを覚えると、ね、だんだんその感覚っていうのが戻ってくるかもしれない。まあ仮説ですけど。でも早めにね、それは本当に、ずれちゃってるとか、なんか、ね、眠れないなって気づいたら、早めに直した方がいいですね。私、仕事柄、24時間体制のずっと仕事してたんですよ。でも完全に体内時計狂いまくっていて、で漢方の先生に言われたのが、あなたみたいな人は30分直すのに2年かかるよって言われたんですね。その起きる時間を30分戻すのに、そうだからどんな時でも眠れてしまうんですけど、それってずっと24時間どこかしら緊張が入ったまま、どの瞬間でも叩き起こされれば起きられる体制になっているので、本当の熟睡ってしてないことになってしまうんですよね。でも多分眠りは深かったので、短い時間でも寝てるけれど、そのサイクルがめちゃくちゃ、だから決して体にいいことは何一つないって言われて、で長野にこの環境のいいところに来てすごく苦労したのが、やっぱりその体内時計を戻すっていうことだったんですよね。でも本当に原始的なことなんですけど、今お二人の先生おっしゃってくださったみたいに、お日様を太陽の光をここに当てるっていう、もうなんかはあっていう、まあ、これ実はここに当てる必要はなくて、体のどっかに当たればね、ちゃんと十分なの。あとは視覚でちゃんとこう視覚視神経を通して刺激が入ると、この消化体のところに当たればちゃんとこう目覚めにつながっていってくれるらしいので、そこに戻るまでがね、癖になってしまってると時間がかかるというか、こう一旦は治ったように見えても、またこうバネのように戻ってしまうっていう、なるべく気づいた時にね、治せるのがいいですよね。慢性化してしまう前に、明日かの朝から朝日を浴びて、ねえ、全身でねえ、本当ですよね、感じて気持ちいいですよね、暖かいです ね、本当に、なんかこれがあと2ヶ月すると日差しがもう落ちてきますよね。日差しのパワーが柔らかくなってくるので、ねえ、本当にありがたい、この今のうちにね、たっぷり浴びておきたいですよね。じゃあそんな最後に引く時間はあるんでしょうか。どうぞじゃあ皆様気持ちよく眠れて、そして気持ちよく朝目覚めるようにということで、432Hz の
また即興を少し聞いていただきたいと思います。あ、二人ともいなくなってありがとうございます。435話し会でした。はい。じゃあまた次はいつになるんでしょうか。いつにしましょうかね。じゃあまたそれは気が向いたミーティングを急に定期的に配信させていただきますので。お願いします。お願いします。